気ぃつけろや。
だろサイトウはじめさん、私ですよ。誰だ？おっと、失礼しました。お話しするのはこれが初めてでしたね。新選組監察の山崎と申します。よろしくお願いします。三番隊隊長殿。観察？新選組の中でも情報収集や偵察に特化した部隊です。だからこの手の変装はお手の物というわけです。あなたをお待ちしていました。ここは寺田屋へ帰るには必ず通る道ですからね。俺のこともそれくらいは調べがついてるってわけか。そういうことです。これからはくれぐれも行いにはお気をつけください。どこで誰が見ているかわかりませんから。それでなんでこんなところに？東堂さんから話は聞かれていますね。三番隊の脱走大使の件です。脱走大使？ああ、確か秋元って男だったな。そうです。その秋元の居場所がつかめました。奴を捕らえるのは斎藤さんに一任されているかと。ああ、そう聞いている。で、秋元ってのはどこだ？祇園の日向屋という店です。のんきに馴染みの女と飲んでいるようで愚かなやつです。大方今日から逃げ出す前の思い出作りといったところでしょう。なるほどな。わかった、すぐ向かう。初の任務ですからくれぐれもご注意を。では失礼いたします。
血を塞ぐな。
え？いや。
遅いですよ、斉藤さん。東堂、なぜここに？土方さんが行けって。斉藤さんの最初の仕事だし、万が一って時のための保険だそうです。そんなもの必要ない。俺もそう願います。また三番隊の隊長が変わったりしたら名前覚え直すの面倒だし。さてと、斉藤さん強そうだから、大使くらいはまあ一人で十分ですよね。俺は秋元が逃げないようにここで出口を塞いでます。ああ、それでいい。じゃあ準備ができたらちゃちゃっと片付けちゃってください。俺も早く帰りたいんで。いや、ちょっと待ってくれ。そうなんですか。じゃあ、準備ができたら声をかけてください。たまに巡り会えるやなんて、あんなついてますね。旦那さん方、分かってらっしゃるやろ。え？
スイベッピンさんが残ってるやなんてめったにないことです。さあどうぞ見てってください。旦那さん方分かってらっしゃるやろ。噂聞いてきたのにおらへんやなんてしょうないか。会いたかったんやけど帰るわ。旦那ちょっと待って、頑張っていってください。きっと旦那は気に入る人がいますよ。ただです。しょうないか。ほな見てくわ。さあどうぞ見てってください。旦那さん方分かってらっしゃるやろ。こんなにべっぴんさんが残ってるやなんてめったにないことです。そこの旦那は寄っていきますやろ。すぐそこです。どうぞ見てってください。寂しなってしまうよ。おかわりおごれよ。いらっしゃいませ。おおきに、またおいでください。いらっしゃいませ。
毎度、お、どうも。いらっしゃいませ。毎度、お、どうも。お疲れ様ですか。はい、どうですか。さあ、どうぞ。なんやあれ。いらっしゃいませ。おき。急ぎの。ほんなら今度また来てな。やるよ。へえ。いいや。毎度おおきに。いらっしゃいませ。おお、うまい。ありがとうございます。おっと、危ない。合わな、そうやで。いっぱいですよ。損させへんよ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。また来てな。ちょっとなとこでも顔出してください。どないですか兄ちゃん。いらっしゃいませ。さあ、どうぞ。ほんなら乗っていてや。安くなってますか。
もう一回回せますよ。ああ、これ何個目ですっけ。もう一回回せますよ。出た。あらら、これ何個目ですっけ。もう一回回せますよ。これ何個目ですっけ。もう一回回せますよ。どうだ。これ残念、何個目ですっけ。もう一回回せますよ。出た。これ何個目ですっけ。もう一回回せますよ。何個目ですっけ。もう一回回せますよ。やめておきますか。